ティングの簡単にこう力がつくべきみたいな、プロの技がすごく盗みやすい仕入れ方みたいなのがあるんですか、はい、そうですね、皆さん単語置き換えれば上手くなるかも、そうそうなんです、そんなことないよせーの、Hello there! 始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、再びですね、一ノ瀬先生にお越しいただきました。ありがとうございます。今回は一ノ瀬先生にですね、いろいろ英語に関して聞いていきたいんですけど、まあ、ですね、完全なるバイリンガルですからですね、ネイティブスピーカーのですね、が、まあ、日本で英語を教えてってですね、どんな感じなのかとか、うん、こういうふうに直していけば、もっとできるようになるんじゃないかっていうのをですね、いろいろと聞いていきたいんですけども、うん、ですね、どうですか、まあ、現在講師オーディションも、ね、出ていただきました。ありがとうございます。そして、YouTube チャンネルもやっていますので、ね、そちらも、ね、見ていただきたいと思うんですけど、そうですね、英語講師オーディションだとあれですね、はい、手話についてやってましたけど、はい、あれはどんな感じで決めたんですか。あれはそうですね、そもそもそのテーマを選ぶのにすごく悩んで、はい、で、まあ、勝手な予想だったんですけど、多分他の先生方は文法の解説で勝負して、はいはい、来る先生多いんじゃないかなと思ってるんです。で、そこで多分絶対自分負けちゃうんで、文法はあんまり教えることないので、だからまあ自分にしかできない何か面白いネタってないかなって考えた時に、まあ、やっぱり発音かなって思って、そしてそうですね、で手話については、まあ、授業でも何回かやったことがあって、それで結構反応が良かったりしたんですね。ああ、そうなんですかみたいな反応があったので、まあこれでじゃあ勝負しようかっていう感じ、ね、なるほどなるほど、へえ、そんな感じだったんですね、はい、あれ講師オーディションでもどうやって知ったんですか。あれはもう単純に先生のチャンネル、ね、ありがとうございます、はい、それで見て、はい、俺だったら俺が勝てるいや違いますいや全然本当にいや全然本当に思ってないです勝てると本当に思ってなくて、そもそも応募した理由っていうのが、まあ、自分の予備校ではやっぱり帰国生が多くて、はい、まあ、もうすでに英語がある程度できてる生徒を相手にしてるんですね、うん、普段から、はいはい、で、まあ、その生徒層に、まあ、ありがたいことに、まあ、面白いとか分かりやすいって言っていただけるんですけど、うんうん、でもそのほとんど海外経験とかがない生徒が自分の教え方を見たらどういうふうに反応するんだろうっていうのがすごく気になってて、でもし予選を通過して本戦に残れたならば、まあ、一般視聴者の方に見ていただけるので、まあ、中には多分その海外に行ったことがないとかっていう方もいるのかなと思って、まあ、そういう方たちに評価していただきたかったっていう。なるほどなるほど。そっか、オーストラリアずっと住んでて日本に来て日本で英語を教え始めて、はいはい、オーストラリアに暮らしてましたけど、その英文法っていうものをちゃんとは勉強したことがなかったので、例えばいろいろ文法項目っていうのがありますよね、はい、語文型っていうやつを初めて目にした時に、はい、こんな風に英語ってできてるんだっていうそういう衝撃はありましたね。5つに分類って書いてあって、確かにそうだみたいな自分が学ぶみたいな感じになりましたね。なるほど、確かにそうですね、ネイティブが見るとびっくりですよね、それは。そうですね、はい、O と C の分類とかは大変でしたね。ああ、まあ大変でしたね、はい、C になんか動詞が現れちゃったりして、はいはいはい、なんだこれっていう、はい、結構だからネイティブ絶対わからないですね。原型不定詞みたいな。ああ、はいはいはい。そういう用語を学ぶのが結構大変でしたね。ああ、ね、このくだり使おう。事項好きな文法用語。好きな文法用語。じゃあ文法事項にしましょうか。事項ないですね。なんでしょうね。でもこの文法用語難しいなっていうのは独立分子構文とかそういうものですかね。独立分子なんだかなんだか分かんないですよね。必要以上に複雑ですよね。ミ、はい、ーティングの簡単に。はい。こう力がつく勉強法みたいな、はい、そうですね、やっぱライティングで、まあ、自分が一番重要かなって思うのがいい文章を書き写すことだと思うんですね。ほうほうほう。結局いつも言ってるのがこのライティングってプロの技がすごく盗みやすいと思うんですよ。おー、なるほど。例えばスピーキングとかだったらいくらネイティブの発音とか聞いてもすぐには真似できないと思うんですよ、完璧。なるほど。でもライティングだったら文章を読んで、あ、これすごい綺麗だな、いいなって思ったらその部分を暗記して、うんうん、そして自分で書くあるいはタイプすれば、まあ、すぐに真似できちゃうんですよね。なるほど。だからそれの蓄積っていうのがすごく大事って思いますね、うんうん、
アキミュレーションですか。はい、そうですね。それをやったりしますか。どう、あ、もちろんやります。はい、はい、何読んで、はい、もう何でも読みますけど、まあ、はい、あの多分一番いいのが自分が好きなあの作家とか、はいはい、その人たちの本を読んで、で、あ、この表現自分も使えたらいいなっていうのをどんどんこうノートにまとめていって、はいはいはい、で次使える機会でどんどん使ってみて、で、 できればその、まあ、プロの人に見てもらって使い方が自然かどうかっていうのを確認してもらう必要があるんですけど、うん、まあ、その繰り返しだと思いますね。はあ、なるほど、うん、そういうのが重要なんですね、はい、で多分チャンネルの方ではそうですね、はい、シナニムをたくさん教えてると思うんですけど、はい、いろいろな表現ですね、はい、なんかそういうシナニムのこの仕入れ方みたいなのってあるんですか、はいはいはい、そうですね、まああんまりないかもしれませんね、はい、とにかく、まあ、ないからやってるって、類語辞典とかシソースみたいなを使っても大体、あ、僕はあのシノニムって言っても僕が主にあのやろうとしてるのがその単語を入れ替えるだけじゃなくて、はいはい、その単語と同じような意味のある表現みたいなやつ、そうですね、そこが重要ですね、はい、そうなんですよ、なんか皆さん単語置き換えればうまくなると思ってるんですけど、そんなことない、はい、まあそうですね、はい、はい、ってあの印象とか全然変わっちゃうじゃないですか、変わります変わります、特にあの、はい、レジスターっていうですね、はい、どういう時に使って、はい、どういう時に使わないかって言って、はい、ただただ置き換えたら、はい、それでいいかって言ったら、はい、そんなことないじゃないですか、 そこだけがすごい変に目立ってうわっていつも言う例なんですけど、はい、ですね、あの東大英語とかで、ね、はい、結構書いてくる人が多くて、はい、I played soccer this morning、はい、いきなりどうしたんですか、I'm so tired みたいなのがそこだけ大学の教授が書いたみたいなそうそう、ぶっ飛んでるわけじゃないですか、はいはいはい、こういうのなんかもう今日朝サッカーして、はい、今めっちゃ疲れてるのところだけに、はい、それゆえにが入ってる、はい、それゆえに今めっちゃ疲れてるみたいな IQ がグンってそこだけおかしいじゃないですか、そう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 、なんかそうの代わりに、あ、難しいやつ、はい、デアフォーとかヘンズとかってこうやってただただ置き換えたって自然な風にはならないんですね、本当、はい、そうなんですよ、そういう、はい、じゃあちょっと具体的になんか、まあ、自分が1回目に取ったやつなんですけど、まあ、インポータントっていう単語がありまして、はい、まあ、結構やっぱ使いやすいので汎用性があるんでいろんな場面でこう使っちゃうと思うんですよね、はい、で、まあ、同意語辞典とか調べると、まあ、エッセンシャルとかシグニフィカントとか、まあ、そういうのが出てくるんですけど、まあ、自分が紹介してるフレーズは、Be a top priority、 おー、なるほど、で、まあ、優先順位が高いって意味なんですけど、うん、こうやってまあ考えてみるとすごく重要なものと優先順位が高いものっていうのは、まあ、似ているんですよね、うんうん、だからまあこういう感じで、書き換えをたくさん紹介してるっていう感じです、ね、教育っていうのは、とても重要だ、だと、Education、まあ、is very important だったのが、まあ、Education is a top priority みたいな感じに書くと、なるほど、はい、結構フォーマルな感じになりますね、そうですね、 top priority、はい、ビジネスだったりとか、はい、あとは政治のなんか場面とかでも出てきますよね、あ、そうですね、結構ね、はい、なるほど、こういった形でレベルを上げるわけですね、はい、ただただ類を引いてるだけじゃない、そうですね、はい、ただただなんか重要、うん、インポーテント、シグニフィカント、バイタル、インディスペンサブル、そうなんですよ、そうなんですよみたいなのでやるんじゃなくてっていうことですね、はい、まあ、それはためになるんじゃないですか、はい、本当に同じ意味の持った表現を紹介する本とかってあんまないと思うんで、だから、はい、そんなことをやっていくわけですね、はい、頑張っていこうと思っております、うん、やっぱもうすでにスピーキングとか英会話とか、 なんか発音についてっていっぱいいますもんね、そうなんですよ、素晴らしい先生方がいらっしゃるんで、まあ、そこは自分の出番じゃないのかなっていう感じで、じゃあ別のブルーオーシャンに、ああ、そうですね、本当にまさにライティングこそあのやってる人がほとんどいないんじゃないかなって思って、ああ、なるほど、はい、だから未開拓地を、あ、未開拓地を今のうち占領しとこうって、はい、西部開拓ですね、はい、49ers、ね、ちょっとアメリカのうち、はい、やっちゃった、オーストラリアだと何なんだろう、オーストラリアだとあるんですかね今僕ちょっとあの分かんなかったんですけど、分かってるふりをゴーウェストですね、ゴーウェストとかどうなんですか、オーストラリアだと使わない表現ですか、いや、あんまり聞いたことないですね、西に行けっていう西部開拓の人たち、はい、で、そのですね、ここの金取りに行った人たちが 49ers って言って、はい、だサンフランシスコ の、はい、あのアメフトのチームは 49ers、 あー、います、ね、49ers っていうのはそこなんです、はいはい、そこの西部開拓の人たちの、ね、勉強になります、フロンティアとか言ったわけですね、はい、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.